銃撃戦の末、容疑者5名が死亡、1名が拘束されました。マイアミでは麻薬絡みの銃撃事件が今週4件発生しています。スカイファイブでは捜査担当のジュリアン・ドーズ警部に独占取材しました。現場から中継です。現在も捜査中です。ノーコメントですか？私は現在も捜査中と発表した。つまりノーコメントではない。他の連中はどこだ？捜査ですよ。ニュースで見ましたが、80年代の麻薬戦争です。白いスーツでも着るかな。下はピンクの T シャツか。ストダード、お前は特別任務だ。メンドーサ刑事、ダオ刑事、オフィスに。メンドーサ、挨拶は済ませたか？ええ、まあ。よし、お前たちを組ませる。座れ。面倒さ、君は大量のコカインを押収した。おめでとう。ドラッグにスタンプが押されている理由はわかるか？正規の流通ルートのものだと保証するためでしょう。そうだ、押収したコカインのスタンプは初めて見た。逮捕者によれば下ろしたのはタイソン・ラッチフォード。そいつはダオ刑事といざこざがあった男のようだが、彼に事情を聞きたい。警部、面倒さ刑事のやり方は言いたくはありませんが乱暴すぎます。なら大丈夫だ、きっと馬が合うはずだ。行っていいぞ。言っておくが、ホテルで指揮してたのはストダードだ。でしょうね。言い訳にならないけど。言い訳じゃなくて事実だ。タイソン・ラッチフォードは何者だ？高純度のコカインを扱ってる。あなたが捕まえた連中とは比較にならない。でも時々昔の仲間にも配ってるらしい。そいつらを探そう。私もそう思ってたとこ。あまり可愛くないな、ね、もうちょっとマシな相棒はいなかったのか。今夜は無茶はなしよ。これはもう戦争だわ。分かってるさ。この半年で友人が2人も殺された。パトロール中だった。ええ、私も聞いた。ショックね。ああ、今のマイアミは戦場よ。ああ、だからこそ俺たちが必要とされているんだろう。ストダードが言った通りね。なんだって？ねえ、ちょっと。警官の仕事が好きだって。窓が汚れてる。綺麗にするよ。おい、勝手に掃除するわ。ああ、ちょっと。勘弁して。じゃあ、そうだ。ねえ、ねえ、ちょっと。ボトルでどうです？ねえ、ほら、あれだよ。あのさ、お礼の投資ってやつ。悪いな。勤務中だ。オッケー、オッケー。刑事さんは俺たちのために働いてる。気をつけて。バカ野郎。知ってるか、ここからさほど遠くない場所で育った。そうなの？なら大した出世ね。当ててみよう。出身はサウスビーチだな。冗談はやめて。ロスよ、オレンジカントリー。ああ、なら出世の逆か。そうね、そんな感じよ。なんなんだ、麻薬の取り締まりみたい。なんで勝手に入ってきてんだよ。ちゃんと要件は満たしてる。あんたの許可はいらない。そうかよ。ねえガズマン、それは誰？ハグズの野郎だ。この野郎、ホットショットを荷台に山ほど積んでやがった。ハグズ、友達のタップはどこ？そんなの知らねえよ。タップを探してるのか？ああ、知り合いか？いや、けど仲間のブリックスが他の連中と一緒に12番ストリートにいた。ありがとうガズマン、助かったわ。うん、お見事だ刑事。あれ、開けろ。俺の家だぞ。あれは勝手に送られてくるんだ。育ったのはこのマイアミでも、生まれは別。そうでしょ？生まれたのはハバナだ。本当？キューバを出たの？母親に連れられて。タフな人さ。お父さんの方は？さあな、長いこと会ってない。20年か。父親から逃げるのが目的だった。キューバにいるのね。思うにもう死んでるかもな。俺はそれでも構わない。素晴らしい人物だったようね。ああ、そうだな、その通りだ。
保護命令は出してくれなかったわ。配達証明書がないからって。けどあのクソ野郎の住所もわからないのに、どうやって配達証明書が出すの。いや、いろいろリアルに表現されてますね。一体何を。どうしたの。大丈夫ですか。歯が合わない。じゃあまた。黙れ。応援を呼んだ方がいいかしら。ああ CP ならスワット送り込む。おや、行き止まり。ねえ、車だとここの連中が警戒する。13号車、車降りる。了解、13号車。市がこの区画を閉鎖したから出入り口は一つよ。ああ、格差を生み出す最低の政策だ。フリックスを見つける。ん？なんだ。探してる男はいつもこの辺りをうろついてる。詳しいんでしょ。まあけどしばらく来てない。案内は任せる。そう、揉め事はごめんだぜ。おまわりさん。トーマス、ポケットを調べられたら困るでしょ。くそったれ。ルーベン、こいつをしつけてバッグにしまって。俺バッグなんか持ってねえ。おは何もねえよ。革のバッグ、紙のバッグ。さようなら。よし、ブリックスよ。デートの予定では。気をつけて面倒さ。何をするかわからない。あいつか。あなたが言って、私は顔を知られてる。な、できるって言ったろ。いつもと同じよ。言ったろ。動くな。おい、なんか用か。警察だ。聞きたいことがある。なあ刑事さん、こいつは新しいパートナーよ。悪い刑事と最悪の刑事の役。タップはどこにいる。言うわけねえだろ。最悪の刑事がいいみたいね。ニック、取り押さえて。この野郎。タップの居場所を話せ。それで用は済む。この暴力警官野郎が。やつはカウチのところだ。それで十分よ。行きましょう。このままで済むと思うなよ。法律は知ってんだ。おい、このまま放っておくのか。本当に良かったのか。いいえ、けどやつは前に潜入捜査官を殺そうとしたろくでなし。行くわよ。タップのカウチはアルコラ団地。いなくなる前に急ぐわ。